ノートブックレコーズ YouTube トークナンバー161。イエス。お？お？出ない。はい、どうもありがとうございます。とても良い感じでございます。はい。はい。というわけで、はい、161回目の放送、はい、ラフスケッチとディディナードメダルです。はい。やっぱね。はい、濃厚接触を避けてます避けてますね今日はちょっとあの距離を置いてあくまで我々はこうね、そうコロナ対策しっかりしてるぞというねそうですアピールです僕はもう、手元にマスクがないというか、うん、基本的に、ね、ちょっとマスクをする習慣がないのでね、うん、マスクしてるとどうにもこうにもなんか息苦しくなっちゃってですねまあそうですね、うん、マスクでも売ってないですからそうそうそうもう売ってないからもうだから売ってないからっていうのも理由にしてないっていうのもちょっとあるんだけどももうちょっとこう奥さんに作ってもらってすごいね自作のね自作ならねいけるよねいけるっていうことでやってるんですけども4月1日配信部でございますはいどうもいや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 、うん、あのねあれですよちょっと言っときたいのが俺結構ツイッターでねいっぱい書いたんだけども、はい、俺もしかしたらアルコール依存症なんじゃないかと、はいはいはい、いう疑いが出ましてですねまあそのきっかけはですねうん、まあ普段からねちょっと飲みすぎた時は朝にこう二日酔い的なね残ってる感じはあったんですけども、はいはい、ある日ですねまあ仕事中なんですけど、まあ、昼飯食って朝は全然大丈夫だったんだけど、うん、昼飯食った後でなんか若干だけどね、うん、若干具合悪い吐き気がするっていう症状が出てきまして、昼飯食った後でそのなんていうの二日酔いのやつが来るってこれちょっといやなんかおかしいんじゃないかって思って、うんなんかそうだなそういや結構まあやっつこあの後あたりからかな、はいはい、あとまあさらに遡るとやっぱね札幌でまず札幌中か北海道でさ自主外出自主規制してくださいみたいな緊急事態宣言みたいな、あってまあであとまあ嫁さんとの、ね、気持ちもありはいはい、なるべく外出をしないようにね休みの日とかも、はいはいはい、したっけもう俺家にいると際限なく酒飲んじゃうんだよねああまあそうか誰にも迷惑かけないし、うん、まあまあ外にいる時も飲むっちゃ飲むけど、やっぱなんかね、なんか移動中とかはさすがに飲んだりしないから、うん、なのでやっぱ家にいると結構無限で、本当に多分それでね、まあだいぶアルコールの摂取量が多かったと思うんだよね。もう朝から晩までってことですよね。まあまあ朝はさすがに控えるようにして、うん、まあ昼飯食ったらもういいかなみたいな感じ。でも多いですね。まあ、結構長い間飲んでるのが日がちょいちょいあってですね、うん、まあそれでそういう症状が出たもんだからこれはちょっと依存症じゃないかなと思っていろいろ調べて、うん、まあツイッターにいろいろ書いたんだけども書いてましたねそうそうそうなんか、うん、依存症だどういう原因、ね、症状が起こるって、ね、っていうのを見てチェックみたいなのも3つぐらいやったら、はいはいはい、どれもねあなたはこれは依存症ですっていうね結果がパキッと出ましてですねなるほどこれでやっと自覚できたんですね俺依存症だっていうまあ、そっから飲んでないんですよなるほど、うん、で飲まないと依存症の人はね酒を断つと離脱症状っつって、はいはいはい、そのずっと飲んでるからアルコールが体内にあるのが通常だと脳が認識するわけで酒が抜けたからこれは異常事態だって酒がない状態を異常だと思ってまあ、いろんな症状が、はいはいはい、倦怠がなんて俺の場合はちょっと胃腸がもともと弱いから、ね、多分下痢とかが多かったんだけど、ねはいはい、胃もたれとか多分、うん、それもねやっぱちょこっとは出たんですよその酒をやめてから、まあ、ちょこっとは出たけども、まあ、特にその、まあ、辛い感じでもなく、うん、強烈な飲酒欲求 も特に出なくて、うんうんまあ、なんとかこうまあ大丈夫だったかなっていうそのあんまりディープな依存症ではないのかなという判断のもと、もっと、まあ、あといろいろちょっとね、今日ちょっとお仕事もちゃんと頑張りまして、はいはいはい、まあ今日は収録もあるし、うん、ここで解禁かなというね、ご案内でございまして、まずビールから始めております。乾杯の温度が中田さん取っていただいて、はい、はい、では、依存症から戻ってまいりました、DD 中田メタルです。ありがとうございます。じゃあ、ラー君、飲みましょう、今日は。乾杯。あ、もう、Bluetooth で。さあ、濃厚接触を避けて。濃厚接触を避けて。はいはいはい、そういうわけで、そう、今、ということでございました。そうそうそう、ちょっとね、ミスって、ずっとエフェクトかかったまま喋ってましたね。すいません、すいません。何かいいエフェクトが、ちょっとね、オンエアを楽しみにしたいと思います。はいはいはい。うん。いや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 、そんな感じですよ。お酒、はい、久しぶりのお酒の味はどうですか？いや、これがね、もっと強烈にうまみがあるかなと思ったら、なんか、いつも通りですね。いつも通り。普通に美味しい。のでなまあ、だからなんかうん、まあそうだね、心配してはそんないないとは思うけども、うん、リップとかねくれた方とかね、いやね、改めてありがとうございますというね、はいはい、まあそこまでひどい症状ではないので、まあこういうこれからもね、こうまあやっぱ一人酒だね、
やめダメなのはね、うちにあの、まあ、嫁さんいるとはいえその一緒に付き合って飲むわけではないから、ね、基本的にあの家で飲むときは一人でバカスカ飲んでるっていう状況なので、うん、それをまずやめようと、まあ、飲むにしてもあのアルコールの、ね、なんか単位っていうのがあって、はい、1単位がなんかビール500だったか忘れたけども、なんかよく健康診断とかにありますよね。ああそうそうそう、日本酒1号とか2号とかね、1号が1単位だったかな、まあ、分かりやすいところだと多分それだと思うんだけど、うん、まあ、一応ね適量がね2単位までは大丈夫らしいんですよ、だから日本酒1,2 号ぐらいだったら1,2 号ぐらいな、いい、ねうん、2号以上行くとダメだとらしいですね。あれ普通、あちょうど今日、まあ、一応日本酒も用意して、うん、男山さん監修って書いてあるのね、なんかいいなと思ってね、うん、買ってあるんですけども、まあ、これ1本いっちゃうと、これあれですか、4号瓶ってやつなんですかね、700ミリぐらい入ってる、ちょっと何号なのか分かんないけど、まあ、これを一晩で一人で一本開けるようなことはやったら、これはもう適量外ですよ ね、 そうですね。今までの俺だったらこれで適量だって言ってるんだけども、まあ、ちょっとそこをもう少し半分ぐらいに抑えれば、まあまああれですね、適量の前借りっていうことでいいじゃないですか。まあそうだね、次の日飲まないとかね、飲まないから、うん、前借りしてちょっとこう、うん、1週間トータルで見ると適量みたいな。ああそうだね、そういう考え方でもなんかどうだろうね、それやっちゃうと止めどなくなっちゃいそうだからあんま良くないとは思うけども、いやちょっともうちょい飲みたいから、ちょっと 月単位で借りるかなみたいなそれあれだよね、借金がこうぐるぐるね増えていく人の考え方だよねそれ多分いやだから酒飲みもやっぱそういう風にね、歯止めが効かないっていうのがやっぱまずいわけですから、あとね、ずっと体内にアルコールがある状態がもう依存症にへのもう架け橋ですからね、そこを気をつけたいと思います。でもこのなんていうかアルコールだけじゃないですよね、まあそうですね、 今やね、うん、そのこう起きてなきゃいけないからっつってエナージードリンクばっかり飲んで、うんうん、カフェインだよね、カフェインやばいよね、そういうのも、うん、まあ、あれも言ったら元気の前借りですから、そう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 、そうなんですよ、そうそうそう、多分適量があるはずなんですよね、うんうん、そうね、そう、カフェインと糖質とかでなんか腎臓がねやられるらしいですね、 あれは。そう、俺もなんか結構前職場の同僚でやっぱりコーヒーとか、エナジードリンク1日で結構何本も飲む人がいて、うん、でそれでなんか腎臓やられて1回入院したとかってい う、 っていう、ね、話も聞いたことあるので、なんかなやっぱあれですよね、うん、寝た方がいいっすね、まあ、まず睡眠だね、うん、睡眠と、まあ、水分と、ね、ちゃんとした食事と、そうですね、うん、まあ、そこだけちゃんとやっとけば、まあ、まあね、あれだよね、コロナ対策的にも、ね、ああそうですね、その健康を、ね、維持するっていうのは、うん、コロナ対策のまずもう一番基本的なところだと思うので、そうですね、うん、まあまあまあそういう感じですもんね、はい、もうちょっと健康トークですね、健康ちゃんと考えないとやっぱ、ね、うん、もうだんだんもういい年ですからね、若くないですよいやいいことだと思いますよ、はい、まあ、うん、まあね、気づけてよかったかなと思う、早期発見的な、うん、早期発見ができたんじゃないかなと思います、やっぱ早く発見できないと、うん、もうね、うん、こうアルコール抜けて手が震えるようになったら終わりですから、ね、なったらもう多分ね戻るのがもう大変だから、やっぱな、病気っていうのはね、進行してしまうと治療が大変っていう ね、 そうですよね、何でもそうだと思うけども、なんか紙パックの鬼殺ししか飲めなくなっちゃいますからね手震えて、いやね、そういうねこともね、うん、あるらしいというね、ストローだからちょうどこぼさず飲みやすいみたいなね聞いたことワンカップはこぼしちゃうからこぼしちゃうんだよね、あれ確かにね、酔っ払ってなくてもね、あれはこぼす、開けるときとかね、結構ねプリッていっちゃうからワンカップ難しいんだよね、ありますね、うん、そんなわけで、はい、鬼殺しを、はい、回避したということで、鬼殺しを回避したというか依存症ですね、依存症を回避した、そうですね鬼殺しは別に飲みたければ飲めばいい、いや鬼殺しはいいお酒ですよ、そうですよ ね、 ね、前も言ったけどセブンの鬼殺しなんかも俺は大好物ですからね、ストローみたいな、ね、まあそうだね、ストロー付きのもそうだし、普通の900ミリ入ってるね、うん、あれなんかはね使いやすくていいんですよ、使いやすくてね使いやすい、はいはいはい、そんなわけでちょっとじゃあサクッと曲を紹介しましょうよ、はい、早いですね、今日はどんどんサクサクいきましょう、はいはい、あそうね、サクサクのやって飲みに行こうっていうね、そうそうそう、結局酒なんだっていう、ね、やっぱね回していかないと、うん、その話はまた次週に持ち越そうと思うんですけど、はい、いいんじゃないですかサクッとした感じで、うん、なんならねイベントも延期とか中止とかで、うん、そうなんですよ ね、 やっぱねイベントの話はちょっともうしづらいよね、しづらいですからね、うん、そういうわけでちょっとじゃあ、はい、僕からまず1個曲を紹介しようかな、はい、画像を出します、はい、ね、つい最近リリースされた曲なんですけども、いいですね、最新のリリースは聞きたいですね、これがですね、はい、オランダの、うん、フレンチコアのドクターピーコックっていうです、ね、ドクターピーコック
スーパースターです。スーパースターなんだ。なかなかね、可愛い名前。ピーコックってなんだっけ、クジャクなんかだっけか、なんかそう、鳥ですね、うん、ちょっと待ってくださいね、今ね、うん、この画像がちっちゃくならない、はい、ちっちゃくならない、でかいまんま出すと大変なことになるけども、あ、来た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 、よいしょ、ちっちゃくならない、あー、なるほど、でかすぎてわかんないやつ、でかすぎてわかんない、元のなんだ、画像のサイズがすごいことになってるやつですね、すごいでかい、よいしょ、これを、うん、はい。画像で戸惑ったの初めてじゃないですか。これ初ですね。うん。でかすぎましたね。でかすぎ。でもあの、まずタイトルから言おうかな。はいはい。あれなんですよね。うん、こうこの時期に、はい、じんわりくると思うんですけど。この時期、まあ大体春、まあまだちょっとね、やっぱり札幌寒いですけども、うん、ちょっと、春の息吹はやっぱり感じるし、もう雪は大体ね溶けてますんで、もうスニーカーですよ。スニーカーではないけども。出ました出ました、はいはい、ドクターピーコック、おい、 We will meet again、 あー、エモいですね。またまた会えると、そうすごいです、なんかアニメの卒業式の回みたいな、最終回みたいな学園もののね、そう、これはあれですね、うん、ちょうどこのコロナの時期にリリースされてる、はいはい、うん、向こうもね、フェスがいっぱい中止になってて、うん、そうですよね、ヨーロッパの方がね、大変らしいだからね、そうそう、なんかね、インスタグラムのハッシュタグでは、うん、そのセーブサマーっていうタグとか、おー、はいはいはい、夏にまた会いましょうみたいな感じで、うん、あー、なるほど、夏に向けてっていう意味もあるだろうけど、今は我慢しようみたいなね、うん、運動もあるぐらいなんですけど、それとはあまり関係ないです。あまり関係ない、中止になったからまた会おうねっていう曲ではなくて、うんうん、そのピーコックさんの、うん、知人の、うん、知人というか友達というか、うん、なんかのお話がメインだそうです。それは YouTube のミュージックビデオの説明欄をちょっとね翻訳してみると、はあ、なるほど、じんわり来るんじゃないかなと。ミュージックビデオはそういうなんかドラマ仕立てみたいな感じになってるということですかね。ドラマ仕立てではないかな。ではない。でも、まあ説明文の通りにそう書いてあると、ちょっとよく読んでいただけるとちょっとじわっとくると思います。はいはい、じゃあまずはちょっと曲を聴いてですね。はい、じゃあ聴いてください、はい、ドクターピーコックで We Will Meet Again、はい、
はい、聞いていただきました、はい、ドクターピーコックで We Meet Again でした。はい、はい、美しい。いや、なんかもうブレイク聞いたことのない、ね、聞いたことないというか、なんかハードコアではこんなブレイクはないよね。そうそう、なんかピーコックは結構その生楽器をフューチャーした曲が、うんうんうん、あ、そうだね、これ生楽器、バイオリンとかピアノもそうかな。もうほぼ楽器は生ですね。へー、そのすごい。PV でも実際に演奏している映像と、うんうん、あー、なるほど、フェスの映像みたいなのがね、うんうん、相まってやっている感じの PV になってるんですけども、うんうん、そう、これはね、なかなか結構思い入れ的なものがすごく強くて、うんうん、詳しくはちょっとその、うん、あれですね、解説文ですか、そう、ミュージックビデオの解説文を見てほしいんですけれども、はいはい、なんかね、結構そのテクノの人とかって結構踊れればいい、うん、ビートミュージックの人っていうのは結構無意味というか、うん、意味を持たせない、曲に意味を持たせない人が結構多いと思うんですけども、ね、うん、ハードコア界隈結構こういう、うん、自分がこう思ったエモさみたいなのをこう出す節がある気がしてて、うん、そうですね、なんかその辺もちょっとこう、うん、メタルと親和性が高いのかなって、ね、そうですね、それはもう実にとてもあると思います、うん、いや、ぜひぜひこちらの MV もセットで、うん、いや、これ見たいですね、くださいませ、うん、ピーコックの We Will Meet Again でした、はい、ということで中田さんからも聞いてみますか。俺はやっぱね、だんだん春の息吹を感じてきたので、ちょっと明るいのをね、うん、今週来週とかけようかなと思ってるんですよ、はいはい、これですね、ブリンク182です。はい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 、前かけたことあるかな。まあとりあえずあれですね、いわゆる、まあ、ポップパンク系の、まあ、大ヒットしたバンドでして、うん、まああれですね、グリーンデーとかオフスプリングとかが出てきた後のバンドで、まあ、ちょうど俺らがバンドやってる頃にボコンと来たバンドなんで、まあ、ちょっとなんかこう世代的にも近いんじゃないかなとも思うんだけども、うん、まあこの人たちはですね、結構ね、そのインディーズの頃からもういろいろリリースしてて、初期の頃はね、もうすごい荒々しいね、いかにもハードコアパンクみたいな感じの、うん、まあ、あのあれだね、スケーターミュージックとか言われる、あのメロディックハードコアっていう、うん、とか言われ日本でね言われてる 一連のバンドはですね、そういう風に呼ばれてたり、そのスケート、スケーターの、そのビデオに合わせの BGM になるような感じのをやっててですね、まあそういうのをや経て、だんだんね、なんかメジャーデビューしたあたりからちょっと、ポップ要素が増えてきてですね、でまあ本当はそれパンクの人たちとか、まあ、メタルもそうだけども、なんかあんまポップになっていくとなんかソフトになりすぎてつまんないんだってことはあるんだけども、ブリンクの場合はね、まあ、確かにソフトにはなってんだけど、やっぱりね、メロディーとか聞かせる、まあ、歌心というのがね、そういうのがねすごいしっかりしてて、で演奏とかはまあ上手いんだけど、なんか特に難しいことをしてない、特にギターベースはすごいシンプルなフレーズで、でもこれこんなリフ作れないなっていうのをうまいことやってくれるねバンドでして、まあでこれ今日持ってきたのこれグレイテストヒッツって書いてあるから、まあベストアルバムなんだけども、メジャーデビューのね3枚目ぐらいあたりだったと思うんだけども、ブリンク182っていうバンド名をそのままアルバムタイトルにしたアルバムを出してですね、うん、それがもうすごくもうポップにな方に行った音楽性をしてましてですね、うん、でそれのね1曲目がね、今このアルバムだと12曲目ですね、はいはいはい、に入ってるんです。 Feeling This っていう曲なんですけども、これがですね、まあポップと まあ、ロック要素もあるけども、ちょっとね面白い構成をしてるんで、まあ、ちょっとまず聞いていただきましょうか。はい、はい、まあ、なかなかもういろんな面白いことをやってます、じゃあ行きますよ、はい、Blink-182 で Feeling です。よろしく。Yeah.
まあ、うん、っていう感じでした。ブリンクワイトでフィーリングですっていう曲でした。はいはいはい。あのですね、なんかね、まあ、まず、まあ、普通に A メロ、まあ、ちょっとね、メロディーっぽくないけども、ちょっとねシャウトではないけども、うん、でなんか A メロが一つあって、その後もちょっと A メロっぽい、このね、うん、このサビメロ的な A メロがもう一回あって、その後にまあ、一応構成としては B メロ、ブリッジ B メロ的な立ち位置だと思うんだけど、なんかブリッジっぽくもないのが入って、うん、やっとサビと思ったら2回目の A メロと同じメロディーみたいな、うん、ちょっと変な構成してるんだよね。でもなんかスッと聴ける、なんか新しいことしてるようで、なんかなんていうのかな、これぞなんかポップロックの一つのなんか完成形というか、うん、いい構成だなって思って、はい、あとノリがいい、ね、メロもいい、うん、いやなんかすごいいい曲だなって、シンプルですよね、うん、ですね。なんかド頭のドラムにいきなりフランジャーかかってるのすごいなと思いましたけどね。そこもちょっとびっくりね。いきなりみたいな。あのね、このバンドはね、ギターベースは結構シンプルなんだけどね、ドラムがやたらテクニカルで、確かに、ね、他のバンドから入って、うん、何枚目かで変わったバンドラマーなんだけど、この人がまあめちゃくちゃ上手いんだよね。うん、結構ね、この、まあ、3ピースなんだよね、ギターベースドラムの。あ、そうなんですね。うん、3ピースってね、ドラムがやたらうまいってことが結構あって、グリーンデーなんかもそうだと思うんだけども、いや、そこのね、ドラムを聴いてても面白いし、まあ、メロディーもいいし、yeah. うん、で、まあ、うん、こういう曲がね、いっぱい入っております。このグレイテストヒッツはね、結構入手もしやすいと思うんでね、うん、ぜひチェックしていただきたい。あと、PV が面白いので、うん、この PV もそこそこ面白いけど、他の PV もなんかすっごいふざけた PV とかあって、なんか ね、 いいですね、ちょっと前のアルバムではなんかもう全裸で街中を駆け回るっていうね、とんでもないビデオとかもあって、ブリンク182で YouTube とかで検索すると出ると思いますんで、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、ぜひチェックしてください、はい、まだ活動中なんですよね。ね、1回その3枚目を出した後、1回活動休止して何年か休んでたんだけども、その後復活して、さらになんていうのかな、こう演じ組を増した、うん、まあ、ややポップより、ね、割とね最近出たPV もあって、それは結構ロックより、骨太ロックみたいな、円熟ロックみたいな感じのね、はい、やっておりますので、それもすごいかっこいいので、ね、チェックしていただきたいなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、というわけで、じゃあ告知をしようかなと思うんですけれども、はい、イベントの告知はございません。ございません。中止になってるのとかもね、もうそうですね、はい、いろいろあるんで、いろいろ中止になっちゃったからね。ただ一個あるとすればですね、はいはい、僕自宅に、はい、YouTube のライブ配信の環境を整いまして、ら、はいはい、しいですね。もうやれるんですか、DJ 配信をちょいちょいやろうと思います、うん、なるほど。多分、うん、いつやりますとかっていう予定を組むと、うん、多分できないので突発的にやります。なるほど。突発的にやるんですけれども、うん、ノートブックの YouTube チャンネルには、うん、アーカイブは残りません。残りません。残りません。ほいほいほい。残さずに、うん、YouTube でライブ配信になるんですかね。そうですね、アーカイブには残んないライブ配信が、はい、今後来ると、突発的にいっぱいやろうと思います、うん、で、アーカイブを、うん、なんかね、やっぱ普通に DJ をしたいので、うん、そのいろんな人の曲を使いたいんですよ、ってなると、はいはいはい、結構その YouTube 結構ね、うん、権利元のあれとかが結構いろいろあるので、うんうん、一回アーカイブに残さず録音はしておいて、はいはい、なんかクリーンなものだけ残して、かいつまんだアーカイブを、あ、なるほどね、別のダイジェスト版みたいな。そうですね、別のチャンネルでアップしようと思います、うん、なるほど。それは、なるほど、札幌ハードコアチャンネルのアカウント、あ、はいはいはい、 YouTube アカウントがあるんですけど、ノートブックとはまた別に札幌ハードコアチャンネルのアカウントが、そうです、そうだね、あるよね、うん、そっちにアップしようと思ってます。なるほど。ノートブックは基本、うん、そのオリジナル曲とか、うん、トラックメーカーをピックアップする感じにしていて、うん、で SHC のチャンネルは、うん、はい、DJ ミックスのアーカイブの保存場所みたいな感じにしていこうかなと思っているので、ぜひぜひ、はい、札幌ハードコアチャンネルの YouTube アカウントのチャンネル登録もお願いできると嬉しいなと、リアルタイムでね、どうしても見れない方とかいらっしゃると思うので、そちらもチェックしていただけると嬉しいなと、はい、札幌ハードコアチャンネル の、 そのページっていうのは、ノートブックの方からこうリンクとか貼られてたかな。貼られてます。貼られてます。実はトップページから行けますので、はいはい、あ、でもあれかな、パソコンから見るとトップページなんですけども、うん、
スマホから見るとちょっと行きづらいと思うので、うん、はい、なんかこうこの動画の概要欄とかにね、はい、貼っておこうと思いますので、お願いします。ぜひぜひチェックしていただければと思います、うん、はい。もうイベントがないからね、うん、いやそうだね、みんな結構配信とかね、無観客ライブとかもいろいろ、なんかちょっと新しい流れが今できている感じがね、うん、しますよね。これがどういう風に発展していくか、ちょっとね注目して、ね、みんなでいろいろね盛り上げていきたいなと思いますね。ライブ配信はね自宅でできるからね、うんうん、見ていただけると思うので、うん、ぜひぜひチェックしていただけると嬉しいなと、はい、はい、よろしくお願いします。でございます。はい、なわけで、次回の配信はまた来週の、はい、4月10日4月10日金曜日に、動画が上がりますので、はい、こちらでまたお会いしましょう、はい、ということでラスケッチとディディナウネダルでした。お送りいたしました。また来週、酒飲みすぎ注意だぞ。